皆さんこんにちは、ケビンです。今回は僕が使ってる薪ストーブの失敗談6選をご紹介したいと思います。まず一つ目ですが、煙逆流事件が起きました。今はストーブ外に置いてるんで別に煙が逆流しても問題ないと思うんですけど、普段は家族でキャンプに行くので、これテントの中に入れて使ってるんですよ。なのでテントの中で煙が逆流するともうテントの中えらいことになるわけですよ。煙が逆流したっていうのは、完全に僕の不注意というか間違いで、別にこのね G ストーブくんが悪いとかじゃ全くないです。一番最初初めて使った時に煙が逆流したんですけど、なぜかっていうと、もう煙突ありますよね。この煙突の先っちょ、こいつ、これ、デフォルトの煙突じゃなくて、火の粉が外に出ないようになってる、タイプの煙突なんですけど、これ上下逆さまにつけれちゃうんですよ。で上見てもらうと、上これ穴開いてないんですね。塞がってるんですよ。なのでこれ最初間違えて逆につけちゃってて、っていうことは上この蓋が閉まってるんで完全に煙が外に出ない状態だったんですよ。これはね完全に僕の不注意だったんですけど、本当初めて使った時だったんで、こう火をつけることばっかりに気を取られちゃってて、あんまりこう煙突のこととかちゃんと考えてなかったんですよ。で何回火つけても火がすぐ消えちゃうんですよ。火つけてとりあえずこう中で火燃えるじゃないですか。あ、燃えた燃えたってなって蓋を閉めると、そうすると5秒10秒ぐらいで火がシューンと消えてって、火が消えたことによって煙がこう黒目の煙がもわーんと出てきて、こうどんどん外に漏れてくると。であれ火消えちゃったって言ってこうやって開けると、ブワー黒い煙が中出てきて、もうテントの中がもうモクモクになって死ぬかと思いました。失敗談2つ目なんですけど、 G ストーブって標準だとここの足が結構短いので高さが低いんですよ。なので結構下にね熱が行きます。で下に熱が行くのが分かってたので、こういう耐熱の焚き火シートを下に敷いてやってました。でやってたんですけど、これって燃えないっていうだけで別に熱を通さないわけじゃないんですよね。なので下に敷いてたんですけど、こうずっと熱いのが下に伝わってて、気づいたらテントの床が溶けて穴が開いてたというのがありました。今ではこの焚き火シートをこう半分に折ってね、二重で置いてます。二重にしたら、溶けなくなりました。失敗談三つ目は煙突が抜けなくなりました。この煙突ってこういう風に分解してしまえるんですけど、これやっぱ熱が加わると結構こう膨張したりするので、ここの接合部分のところがこう固まって抜けなくなっちゃったりするんですね。まあススとかも入ったりとかすると思うんですけど、これがマジで抜けなくて、だいぶその冷ましても、ね、冷えた後も完全にこう抜けなくて、で全部抜けなくなったわけじゃなくて、なんか一部何箇所か抜けなくなったんで、まあとりあえずね、こう2個とか3個とかつながってる長いのはもうそのまんましょうがないんで車に入れて、持って帰りました。で対処法はこういう潤滑剤ですね、日本でいうとクレ556みたいなものをここの隙間のところにシューッとかけてあげると、もうね、ものの見事に取れます。もうガチガチにくっついてるっていうか、もう全くこういう風にね、ねじれもしないような状態なのに、このクレ556をシュッシュッシュッってこう入れると入れて、ちょっとずつこう動かしてあるんですね。そうするとだん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 こう動くようになってって、スポッと抜けて神様だと思いましたね。クレ556、アメリカなんでクレ556じゃなくて WD40 っていうやつなんですけど、まあどこにでも売ってるようなこういう潤滑剤です。これ必須ですね。失敗談4つ目はガラス真っ黒クロスケ事件です。ガラス真っ黒クロスケ事件ってなんじゃいって話なんですが、ここにこうガラス窓がついてるんですけど、ここのガラスの窓がもうススで真っ黒になって、もう中の火がついてるのかついてないのか見えないくらい、黒くなっちゃったことがあったんですよ。でなんでかっていうと、これです。ティッシュです。寒いんで鼻かむじゃないですか。溜まってたティッシュをガサッとこの中にぶち込んだんですよ。そしたら、また、ちょっと考えたらわかるんですけど、紙ってものすごい黒いススが出るんですよね。なので、その、こう、入れた T
ティッシュがこの多分ガラスの窓のところにこう結構付着したというか近くにあって、でこいつが燃えたことによってそのすすがベーターっとガラスについて、もうね何も中見えなくなるっていうことが起きましたので、皆さん紙は中に入れないようにしましょう。失敗談5つ目はガスライターが使えなくなったです。寒いとガスでつくこういうライター、これ寒すぎるとガス、使えなくなることあるんですよ。で、その時は、マイナス10度までは行ってなかったんですけど、マイナス多分8度9度ぐらいだったんですね。その当時は確かこっちのチャッカマンだけしかなかったと思うんですけど、まあ、これで朝起きたらもうめちゃめちゃ寒くて、もう早く火つけようってことで火をつけようとしたら全くつかなくて、であれと思って、でガスも見たらほぼほぼ満タンぐらいにあるんですよ。でつかなくて、あれつかないつかないとか言ってやってて、もうしょうがないからファイヤースチールで綿かなんかにこう火つけて、でそれでこうやってやってやったんですけど、まあ時間がかかってもう寒くて死ぬかと思いましたね。よくよく考えたら寒すぎるとガスって引火しづらくなるんですよね。なのでもちろんねこういうガスのライターもあった方がいいと思うんですけど、僕はマッチ持ってます。マッチだったらどんな気温でも基本的には使えるので、やっぱりねマッチが一番信頼性が高いですね。非常用に持っておくとおすすめです。失敗談6つ目、薪がすぐなくなっちゃった事件ですね。使ったことある方だと分かると思うんですけど、薪ストーブまあすぐなくなるんですよ。こんなね結構太いやつをの3個も4個も中にねぎっしり詰めても意外とすぐね燃え尽きちゃうんですね。もちろんその吸気口をマックスにしてやってるんで、すぐね燃え尽きちゃうっていうのはあるので、まあ、ここを調節したりここのね空気口のところを調節して普通はやるんですけど、いかんせんちょっとここ結構寒くてですね、夜になると特に今マイナス3度ぐらいなんですけど、夜になるとマイナス10度近くになったりするので、そのかなり冷え切った時になかなか弱火でねつけとくっていうのが結構あんま暖かくなくて、結構マックスでずっといつもつけてるんですけど、でやってたら薪があっという間になくなっちゃって、ホームセンターで薪を買ってますけど、こう結構大きめのね束を2つ買って持ってったんですけど全然足りないですね。寝始めてから朝起きるまでで2束ぐらい使うようなイメージなので、これで料理したいとかっていうので使うってなったらもう全然薪がもうかなり大量にないといけないので、薪結構ね使いますね。薪ストーブ気温がそこまで低くなければ弱火でこうじっくりっていうのもありだと思います。あとソロだとソロキャンだとそもそものテントのスペースが狭いじゃないですか。だからそんなに薪使わなくていいと思うんですけど、僕の持ってるテント結構でかくて、まあ、ファミリー向けで買ったんで、ちょっとねテントがでかすぎるっていうのもあって、こいつ1台だと結構ね火力がこう足りない、なので常にフル稼働させてないとすぐ冷えちゃうっていうのがあるので、薪を結構消費しますね。本日もご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいねと思っていただけた方はぜひグッドボタンと、あとあなたの薪ストーブ失敗談ぜひコメントで聞かせてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you soon! Bye bye!